いいです。じゃあ僕がちょっと押さえてありますね、はい。これベルトの引っかかる骨がありますよね、この部分にね、はい、でここありません。でこの斜め下のこの辺ですね、大丈夫です。あ、そこ。これ、そこ。これ、これ。これが痛い。こっちは大丈夫。これですね、はい。あ、で、ここをですね、自分で押さえて、それで、あの、腰が辛いとか、なんかいけないとかいうとき、こう反対側も同じ位置だと思いますから。これを押さえたまんま、ちょっと足踏みしてみてください。わかります?そこの筋肉が使われてますでしょ。はい、歩いて辛いなっていうときは、ここを押さえたまま軽くこう歩いてみてください。そしたら腰の痛みはなんか取れますので、ちょっと動いてみてください。こんな感じですよね。わかります?で、ここの痛みが自分で確認できるようになったら、ここにハペパッチを貼るんですよ。はい、そしたら指で押さえてなくてもいいようになります。これをまず探せるというのが。